とビズ。厚生労働省が発表した8月の有効求人倍率は1.32倍で前の月より0.03ポイント上昇しました前の月を上回るのは8ヶ月連続です夏休みで宿泊業や飲食サービス業を中心に求人が増えました一方、総務省が発表した8月の完全失業率は2.5%で 前の月より0.1ポイント改善しました改善は4ヶ月ぶりです